マルコの8章34節、えー、そこから見ていいいきたいと思います誰でも私についていきたいと思うなら、えー、自分をして自分の十字架をそして私についていきなさいというところですけれどもとこれはエス様は群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて言われ彼らに言われてたから弟子だけではなく群衆も含めてエス様が呼ばれてこのことを言われたんですねで誰でも私についていきたいと思うならということはこれは命令じゃないんですね。 ついていきたいと思う人は、それを願う人は、求める人はついてきなさいと。そうでなければ、別についてこいとは言わないよということですね。だからこれは、ね、もうそれを求めるなら、願うなら、ついていきたいと思う人はついてきなさいということなんですね。で、この御言葉はですね、26世人のところのレリーフがあって、そこに書かれている御言葉ですけれども、それはぴったりですね、彼らにとってはね。というのは、彼らは何度も選ぶ会があったのに、その度ごとに殉教する方を選んでいった。まあ、それは神様の。 あ自分の与えられた使命というか自分の道だと思ったかでしょうけども選んでいったわけですねであの「主についていきたいと思うか思わないかは自由なんですけど、えっとまあ、大事な生きて人はついていきたいと思ってると信じています」<laughs> ついていきたいとすごく思ってる時とちょっと思ってる時とあのまあ仕方ないなと思ってる時と <laughs> あると思うんですけども本当についていきたいと思う時ってのはどういう時かやったら。 本当にエス様を愛しているときですね、好きでたまらないときですね。例えば人間関係でも、誰かを好きになるで、ね、誰かを大切に思っていると、その人のそばにいたい、その人の行くところに行きたいと思うわけですね。まあ、例えばあの、若い時に誰かを好きになりますと、それまで全然興味なかったのに、音楽もですねロックをバカにした人が、好きな人がロックが好きになると、急にロックのファンになるわけですね。 クラシックなんて関係ねえやって言った人がクラシック相手が好きだったら急にクラシック音楽を聴いてクラシックは素敵ねえとか言い始めるんですね。それは何かというとこう本当にこうその人と一緒にいたいその人のものを共有したいそしてその人にどこまでついていきたいとああまあ思うわけですね。少なくとも私の世代はそうでした。今の世代は分かりませんが <laughs> 何かというと本当にその人のことを また別の場合もあるんですよ、親が子供の場合は愛しているがゆえにね喜んで送っていくということもありますけども。で、エス様のことを本当に愛していたら、本当にエス様のことを好きだったら、この人とどこ,にどこまでもついていきたいと思うようになります。先週だから、ペテロの話をしたのは、そうですよね。先週雨を下ろして大量になったとき、エス様にえっとあなたを人間と両親にしようと言われたら、 ペテルは龍が大好きだったのにその網を捨てましたヨハネは家族がお父さんをとっても愛していたのにその父を置きましたそしてイエス様についていったわけですね何かというと本当にイエス様の素晴らしさを体験しこの方がもう本当に神の一人ごとは本当にこの方を好きにしたこの方は素晴らしいということを知りこの方を愛するようになるとついていきたいと思うんですねで 今、正直自分はイエス様についていきたいと思っているかというと、ついていければいいなと思うけど、そこまで思っていないなとか思う人は、えっと、主を愛していないという語弊がありますけど、主の愛を十分味わっていないからです。そういう方はです、ね、時間をとって主と交わり、主がどんなに愛しているかを深くもう一遍知ってください。本当に主が自分を愛してあることを深く知れば知るほど、この方についていきたいと思います。 このの方についていてくのが一番だと思うようになりますそこをよく分かってないとなんとなくもう,う、ね、神様よりも世の方を選ぶようになっていくわけですね,ねあの例えば家族の愛とか、ね、素晴らしいんですけどもそれを追っていく神の愛があるわけですねで神の愛を本当にするとそれをこうその方についていきたいと思うんですけどそれよりもむしろ他のものになってしまうことがあるわけですで あのここはついていきたいと思うならなんですよ。でも例えばね、えっと、神様よりもお父さんが怖くてお父さんの方を選ぶと、8月に、えー、グードレアをするとか、そうするとどういうことなのかといったら、霊的死を受けておかしくなるんです。簡単なんですね、本当に神様を愛して、神様を選んでいくときに、神様に従っていくときに、私はますます神の福を受けるんですけども。 でもそうでないと失敗していくわけですね。ねついていきたいと思うか思わないかの大きな差は本当に神様の愛を知っているか知っていないかです。でのでえっと、神の愛を知っているならついていきたくなるんですね。なんで26の殉教師たちは何度も選ぶかね戻り場してもらうかきったし他にも何度もあったのに喜んで殉教のほうにやんでいったかというと1つは天国をしていたからですけどももう1つは本当に主を愛していたからです。この方の行くところに行きたいと。 この方を捨てて地上で50年生きても、一体何になりましょうって、ね、ルトビコが言ったわけですね、12歳の、万年齢12歳の少年ですね、万年齢11歳か、少年が言ったわけですね。でなぜ、それはエス様を知っていたからです。皆さんね、主なを知ってますかね。知ってるというのは知識、的に知っておいて、実感してますからね。例にそれをこう巻いてますからね。 あのー私,はね、私は自分が殉教できるなんて言いませんよ、ね、でも、主に祈ってるからできると思いますけども、もただ、私、気持ちとしてはね、殉教できたら最高だと本当に思ってるんです、これ以上の死に方はねだって愛せる人のために死ねるわけでしょ、そして天国行ったら冠もらえるんでしょ、最高の死に方だと本気で思ってるんですね。 ね、だから、殉教するのが一番だって私は思ってますよ。でも、だからってみんなにそ,そうしろなんて言いませんよ。言いませんけども、なぜかっ言ったらこ、この方のためにしてるなら最後だと思う。で、えー、昔、日本人はそういう心を持ってたんですねで。間違えて天皇陛下のために下げたんですけども、ね、天皇陛下は素晴らしい人ですね。でも神ではありません。ね、だけどあの、本当にイエス・キリストは愛を知ったら、イエス・キリストのために、 どこまでもついていいいててきたた命まででも下げたいと思ううよになっていくエス様はそれを強制しなかった誰でも私が生きてると思うならって言ったんです誰も強制はできませんでもついていきたいと思えないとしたらそれは本当にエス様の愛をよく知ってないってエス様よりも他の方が怖くてそっちの言うことに聞くってことはエス様はそあ,そあまり知ってないってことですよね市内を本当に知るとそっちが大事になっていきますね でだからまずここね、えっと、S 様は強制しなかったけど、本当に死ないように知っているならば、どこまでもついていきたいと思いううますで。その時ただついていこうと思うと、自分を捨てないといけないんですね。自分を捨てるってうのはどういうことかというと、これは、えっと、単に自己否定じゃないんですね。これは神に従う結果、自分を捨てるということです。だから神様の御心と、あるいは神様の語りかけと、自分の願いや自分の導きが同じならそれでいいんです、別に。ね 成長してくるとだんだん神と一つになってくるからそしたら別に自分を捨てなくても、ね、その自分の願いと神の願いが一つになってればそれでいいんだでも神が言ってくることとあるいは神の願われることと自分の願うことあるいは自分が行こうと思う方法が違った時に神様の方を選ばなきゃいけないんですこれ自分を捨てるてことわかりますかねだからあの自分を捨てるてことは何でもかんでも自己否定する必要はないんだけども神様おっしゃることとあるいは神の望まれていることと 自分の願うことや自分がいいと思うことが違った場合は、それを捨てないといけない。正義感の強い人は気をつけないといけない。自分の正義っていうのがあって、聖書からもそれは正義だと思えることもあるけど、必ずしもそれが現実的な、具体的なことのときに、主がおっしゃってくることが当てはまらないことがあるんです、ね、だって、イエス・キーストが字架がかかることは正義ですかおかしいじゃないですか。全く罪を犯さなかった方が。 なんんででかるす理屈に合わないじゃないですか。愛するっていうことはね時としてねあの私ね「神の義と愛のあえるところ」っていう歌があるんです十字架のことはねほんとにあの神様は正しい方だから罪,罪のあるまま私と招き入れないとだからどうしても禁止と受診がつけるにがなかったんですけど禁止の十字架かかることってことは考えたらおかしなことなんですよ でも神様はそれを通して神の義を通されたんですよね。だから神の方法ですよ。絶対人は思いつきません。であの神様の方法っていうのはね、人はおそらくほとんどの場合考えつかない。私たちはその神のおっしゃることを受け取るときに、自分の考え、自分の方法、自分のやり方、自分の義それを捨てなきゃいけない時がある。いつもと言いません。捨てなきゃいけない時がある。その時に自分を捨てられるからです。 プライド持ってる人は無理です。そこを取り扱われるんですね。長いかけ時間かけて。モーセほど謙遜した人がいなかった理由は何でか分かりますか ?40 年からの通ったからです。40歳の時のモーセは、えー、素晴らしい有能な方でした。ね、そして神様は自分を大事だと目覚めて、そのために、同胞のために喜んで立つ人でしたが、えー、謙遜ではなかったんです。謙遜というのは神の前にね。 これね人ってね、プライドがあるんですよね。それがある限り、神の働きはできません。40年間、申は取り扱いまして、40年たって、もう、追いぼれてしまって、ね他の人を使わしてください、私は、ね、年を取に着きました、わ日はもう追いぼいて、人を引きっていいんでう言,う言わなきゃいけなくなるまで、待たれたのは神です。は待ったんではありません。 待たれたれのは神ですそして神様が一番大切な砕かれた心を持ったから「遮きなさい」って言ったのです。神にとって体力あ与ることなんて簡単ですよ。ね、神様にとっては何一コですよ。でも砕かれた心はこっちが整えなきゃいけないですね。だって神は砕きますけど砕いた時に砕かれないでね「何言ってんのよ!」って人は山ほどいるからね。<laughs> 年取っても言いますよ60代でも70代でも80代でも言いますよ、何言ってんのよって、わざわざって。年取ったから謙遜になるとは限らないですよ。若い時は基本的に傲慢ですけど。わ <laughs> かかりますかねだから、この自分をしてっていうのは繰り返しますよ。何でもかんでも自己否定してるとは言いませんが、神がおっしゃる時に自分の方法を主張しない。 はい、その自分の気を主張しないということなんですけど多くの場合、神様のやり方というのは人間が考えられる方法とは違うから捨てないといけないんですけど一番目様めたなのはプライドなんですよ。それを捨てることを求めないるんですね。で、あの私も、ね、最近の時々ねああ、まだプライドがあるなって、ね、いろんなことを通して思うことがある、あこ,ここだなと思ってね、まあ、そう思うようになってきたこと分だけ、ね、成長しましたね。 昔はそれも気づかないで、一通り怒ってからね、ずいぶん経ってからね、あ,あそうかって分かるわけですけど、最近はね、来た時にね、カチンってきた時に、ね、あこれでカチンってくるっていうのはまだまだプライドがあるんだなあって思ってね、ああ、これで怒ってバカだなってね,ね、怒ってる人はね、はっきり言います、プライドがあるんです。それが神様は一番邪魔なんです。徹底して取り扱われます。何度でも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 、それがある限り、神の働きができませんから。 そこを取り扱われます。能力が足りないんじゃありません。能力が1しかなくても神は1000にできます。経験が足りないのでもありません。ある年齢を経てきたら経験が積め上げられます、誰でも。でもプライドを砕くことだけは、あなたがそれを受け取って、それをよしとしない限り変わりません、ね。私は何十回、ですね眉、ま、上なんとかさんと言っても、ですね眉上をやめない限りはダメなのですね。 あの私はね信徒に優しいんですけど献身者にはね嫌味な人なんです時々意図的にやってますからね死んでもらいます死なない限り神は生きませんからあなたを通して神が生きて神の奇跡を見たくないですかあなたの党とを通して奇跡を起こってほしくないですか あなたを通して人々が会に来てほしくないですかあなたは前にたくさんの奇跡を見たくないですか奇跡ってのは一番大き奇跡がつくりですからね簡単ですよ神様が働けばでもプライドがある限りそれはできません神は働けませんどんなに能力があっても経験があっても 自分を捨てないといけないんです。自分を捨てるってことは神様の方法を受け取るってことなんですよ。ここをね知っててください。神が言われたらそれを良しとすることなんですよ。こうした方がいいのにと思うでしょ。相手はそうしないと、こうした方がいいって言いたくなるでしょ。で神様はそうやって言えば嫌われても、それこそね、怒鳴られても殴られてもやらなきゃいけないんですけどこれいいと思ったときに神様は黙れって言ったら黙らなきゃいけないんですよ。どうして黙ったらって思うけど、黙れって黙らなきゃいけないんですよ。黙れますか ある方は人が怖がる人は言えないんです。ある方は逆に、あの人を怖がらないで主張するタイプはね、あの黙れては黙れないんです。どっちが正しいと言いません。神が言われた通りにするからなんですよで。彼が言われてるかどうか聞きもしない人がいるんです。正しいに決まってる、ふわんって言って、なん <laughs> <laughs> でこう神様聞いてくなんでこう、もうみんな硬くなるなって周りを狭くるなんで硬くなって,うなってもう、もう自分勝手でもう知らないと言って。 違うよ。あなたは聞いてないんだよ、神の声を。神の声聞いてないからなんだよ。そこでちょっと待てよって。私はこれが正しいと思うけど、神様はどうすればいいんですかって聞いたら、あなたの思っていること全然違うこと言われたりするから、えっ、ー、と思っても確認をして確認をして、やっぱり神がそう言ってると思ったら、その言葉に従うのが自分を死ぬってことなんですよ。その言葉を受け取って、その言葉に生きると、神が働き出すんです。 この教会は主人牧会が S 様ってのは建前じゃなくて主人僕しか S 様なのです。だから主の言われる方を向の向にあるのです。そしたら成長してきたのです。誰も通ったことのない道を通って。それが現れている教会と現れにくい教会があるのは簡単です。自分の正しさとか自分のやり方を持っているところはダメなんです。神がおっしゃるところにやればいいのです。自分でも理解できない、人からも理解してられないことがあります。いつもと言いません。 その時に死の,の言われることに応答していくということなんですよ。それは自分に死ぬんですよ。そしたらね、神が現れてくるんです、わって。ね、これ2つ目ね、そして3つ目、自分の十字架を追いって書いてある。そしてついてこいって。自分の十字架っていうのは何かというとね、分かります使命みたいなものですね。だ使命っていうのはですね、あのー、神様から来るんですね。 自分好きなことも使命になることがしばしばあります、神、愛の方だから。でも、それが使命とは限らないんですね。使命は一つとは限らないんですね。でもあの、神様がおっしゃってくるそ召しとか使命を、それをしっかり受け取らないといけないんですね。だからね、人間ってのはね、罪人でね、隣の芝生は青く見えるのです。だから自分が一生懸命やってることよりも、隣の人のやってることの方がなんか素敵に見えるんです。 妬む人はね、簡単ですよ、神様との関係が弱い、あるいは神様から自分が与えた使命が分かってない、あるいは使命を受け取りきってない、本当に自分が神様の前に何をすべきかを聞いてこう、それをしっかり受け取ると、そこにきればいいんですけど、それがはっきりしてないから、なんかいろいろ刺激もするんだけど、なんかこう、いわゆる卵もの人ができたら、たものってつまりその、その飯を持っている人ができたら、飯がある人ってのは生きるからね、ガッてね。 パッて行っちゃっゃてねれなんかもう自分はなんか弾き飛ばされたよ気になるけど弾き飛ばされたんじゃないの自分の使命に生きればいいんですよ。自分の十字架を追いついていきなさいなんですよ。人の十字架を追いなんて言ってないでしょ、神様は。でもちろん最初はね、何でも言われたらね引き受けていろいろやってみるべきです。そんな簡単に自分の十字架わからないから若いときいろいろやればいいのです。でもやっていくうちにこう好き嫌いっていう以上にこれは自分が。 やらなきゃいけないなっていう,こう思いっていうのがね与えてきて分かってくることがあるそこに生きるかどうかなんですよそこに生きるかどうかなんですよねで皆さんあの自分の十字架分かってますか結構自分の十字架はねよくようない人がいるんですね私ばっかりこんな目にあってとか私はこんなことしなきゃいけないとか 自分の十字架をそんなふうに言う人は祝福されません。神から与えられた使命とか、それを、うん、<coughs> 26世人たちは自分の十字架を抱きしめて口づけしましたよね。自分の十字架を喜んでますかねで。こういう説教をするとね、言わあなたはね、人前に立って説教してね、えられてね、だから嬉しいのよって、私のこの十字架を知らないでしょうと、知りません。知りません。 分かりません。すいませんけど分かりません。そんな分かったふりしてきれいなことは言いません。分かりませんよ、あなたの十字架なんて。それはあなたの十字架でしょう。私の十字架じゃないんだ、分かるっこないじゃないですか。あなたが自分の十字架をしっかり受け止めて、本当にそれを喜ぶと、その十字架を通して与えられる祝福と恵みが開かれてくるんです。でもその自分の十字架をしっかり受け止めないで、あっちの十字架はいいなって、あこっちの十字架はいいなって。 あの人はいいな。なんで私はこんなのよって言ってる人は、自分の十字架を抱きしめてないのです。自分の十字架を、こうね、蹴飛ばしながらね、時々、ポンとも叩きながら、私がこんなのをパジャンとこうやって、こう、こうやってやりながらやっ,やってるのです。十字架も怒りますよ。叩かないでって。嫌わないでって。もっと私を好きになってって十字架言きますよ。自分の十字架を抱きしめて、喜んで愛してあげてください。神が与えたものなんだから。そしたら、その十字架を通して、 その十字架から愛が流れてきます。そこでしか知ることのできない、神の愛を知ります。そこでしか体験できない神を体験します。十字架以上に神を知る道はないんですから。ドライト・ベータ・ナーカペーって言ったのは、死の十字架という名前を通った後に来た名前なんです。忘れないでね。しっかり十字架をきしめて喜んだそれを愛した人は、 そこでね、神がどんなに愛してるかを深く知るんです、ね。そこで神の奇跡を見るんです。しっかり受け取ったらね。ねでも、あのーあの、人の十字架のことばっかり言って、あっちはいい、こっちはいい、あっちの水は甘いと、こっちの水は辛いとかってね、相当ばっかり見てる人、妬んでばっかりいる人、私の名前は、あの、 ミスネタミとかミセスネタミとかねミスターネタミとか言わないでね妬、ね、んでる人愚かですよ愚かです神の愛はあなたに注がれていて神様のあなたに与える十字架ははっきりあって必ずどの人にも使命があるから必ずあるからそれをしっかり受け止めて喜べばそこから流れてくるんですよねそれ大体ね多くの人はね 受け,受け取らないというのはね、しっかり受け止める前に周りを見るんですよ。なんでかね、まあ、ペテロもね、ヨハネを見てこいつはどうだって聞いたから、人間の本質なんでしょうけど、ね、皆さんあの、なんか名前を変えらないとね、長崎、えー、ペテロに従う教会とか言ってね、<laughs> <laughs> あの人はどうですかって言ってね、周り見てるのね。 しっかり自分の十字架を引き受けて、周り別に気にならなくなります。は周りが祝福されてよかったねっていうようになります。自分はこの道でしっかり祝福されてこれでいくから。その自分の十字架、自分の使命、神から与えられてしまう、でここは全部ね大事なことはね神との関係なんです。私についていきたいと思うなら、エスサムについていきたいと思うかどうかあなたが思うなら来なさいって、ついていきたいと思うっていうことに死を知ってるか愛してるか、次、自分を捨てる。 自分を捨てるってことは、イエス様の道を行くってことです。本当にイエス様との関係の中で、イエス様がおっしゃる声を聞いて、その声に従っていくときに自分の声、自分の考え思いと違うから、それを捨てるってことです。そして、自分の十字架とってのは、神様がイエス様が与えてくださる使命です。飯です。それをしっかり受け止めて歩んでいくってことです。全部これ、イエス様との代わりなんですよ。で、そこがしっかりすると、この道を行けるんですよ。 それがね弱い人の特徴はね、エス様の見るり人を見てるの。人が何してる、人がどう言った、こう言った、ああ言った、ああ言ったとか。最近、こういう説教しませんけど、もういい加減大人になって。くだらない。あえて言いますよ、はっきり。人が何て言ったとか、こう言ったとか。すいません。 あなたが天に帰るその日まであなたのことをあなたこうだという人はいますので誰もいなかったら私が言ってあげます愛を持ってあえて言ってますよわかりますかそんなことどうでもいいんです主とあなたの関係の中であなたが本当に神様との関係で死の愛を知りこの方にどこまでついていきたいと思いそしてこの方のることを聞きその方の道に従い その方の死者で道を、十字架を引き受けるなら、もう周りはどうでもいいのです。いい意味で。周りは、その愛を、使命を流すのが大切であって、その人たちがどう思うか、どう反応するかということは、もう二の次、三の次、四の次、五の次、十の次、百の次、千の次になるのです。わかりますかね本当にその神との関係の中で、従っていくってことが大事なんですよ。で、ここを行くとね、 ことです命を救おうと思うものは自,己自分の命をね自分の命に生きようと思うのはそれを失うそして私と福音とのためにキリストと福音のために命を失うもの自分の命を捨てて神様の言われる通りに十字架を追っていく人は命を,それを救うんです自分の命だけじゃないですよ他の人々の命までも救われるのは神様だけどその時に使っていただけるんです皆さんねんで生きてるんですかもう天国いるようになったのに この人人ににそんなに未練があありますかある人は頑張って私正直言いますけど早く手にいきたいんですだから私が手にいた時復活の祈りしないでね前もって言っておきますけどなんで大生きてるんですかあなたを通して他の人がキリストを知り救われるためですじゃあなぜあなたが癒やしが来てくるそれはそれ証しをするためです 私じゃねえそういうのは手天とは絶対幸せだって早く間違いなくてんのが幸せだってでもこの帳で残されてるのはその私の存在を通して一人でも多くの人はキリストを知りキリストに出会うためでしょうでそのために証が与えられるんですよいろいろと、ね、これに勝るものはないですねで例え電子で帰っても命を殺したは何とかありましょうってねハン・あの反キリストなんか世界でトップになりますけどね地獄に落ちるわけですよね であの本当にキリストについていくと、ね、このようなことから、ねこうね、隔離されていくんですけど、ね、ところはね、永遠を受け始めるんですこれはで、そして永遠の素晴らしさを知れば知るほど、ね、この道を行きたいと思うんで,でその1つの代表は26世人たちはそうだったと思います神様、一番最初に26世人とことを開かれてわざわざ毎年しているということはあなた方の目をしっかりそこに向けなさいよということを言っているんですよね。ここれから奇跡がししいろんな祝福が起こるでしょう 地上的にもだけども、私たちの目は天に向けて、神に向けて、イエス様に向けて、この方についていく、そしてこの方に言われることを聞く、別にこの方の言うことに従っていく、その中で自分を捨てるし、自分の十字架十万使命に生きるっていう、それをね、神様は、ね、言ったりということをね、覚えておりますねで。今日これをね、語るに言われたんですよね。ただね、これはね、ちょっとこれはもうはっきり献身者向けのメッセージなんですよね。 迷ったんですよ、ね、ちょっと今ははっきりそういう風うに導かれてないから教会全体はねだけど、まあ、一ではしなさいと言われたからねあの一では語ります、ね、えー、っとまあいちいち言わないでとかいいかもしれませんけど、ね、一致して聞いてくださいとか言ってねこれ以上話すと脱線しそうだから大丈夫ですけどもう一度言いますよ誰でも私についていきたいと思うならです誰もあなたに強制しませんしイエス様でさえ 強制せせず命令ししませんでした感謝しなさいというのは命令ですけどついていきたいと思うならですどうぞご自由に私はついていきたいですでも肉にはできないことを知っているから神の恵みにすがってついていきたいです神の憐れみにすがってついていきたいですね自分を捨て神様の声を聞いて神様の声を選んでいく自分の十字架を神のおっしゃる使命と飯に生きていく そしてて私ついていきなさい自分を捨て自分の十字架を追って、主の声に聞いて、主の声に従って、死についていくって。十字架を道っていうのはね、聞き従いの道なんで、まさに。その時に、主の栄光があられるんです。主の愛を知るんです。主の愛が分からないってい人、神様の声聞いてますか神の声に従ってますか神より怖いものがありませんか 神様以外にもっと怖いものがありませんか、そしてその人の声に従っていませんか、神よりも気になる人がいませんか、その人が何て言うかばっかり気にしていませんか、私たちはね、主の声に聞き主に従うのです、主を恐れ主はするのです、この方が私たちの中心なんです、そこをねしっかり覚えてほしいと思います。ね、これから本格的な悩みが始まって、いよいよ次の段階になりますね。 昨日いつかに新しい人がね、八教会始めた人は、えー、そそ、ね、ご夫妻が来られました、所長さんなんですけどね、だからちょっと教会離れた人が、1年間ぐらいね、えー、帰ってまいりまして、ずっとその教会はね同じだったんですけどね、明らかに新しいことが始まった、近後にも一人ねちらっと来たんですよね、なんかね私祈ってたんですよね、毎月行ってる教会があって毎月行ってる教会はね、神様あの本当に私は行くことが向こうならば。 人を送っっっててくださいたたんです来ましたよ私なんか感動しましたよねやっぱり私の使命はここなんだなって思ったんですよねであのーね、明らかに新しいことが始まってきたんですけど、えっと、これからこの教会にも皆さんの人生もそれは教会と共に起こっていきますけどその時にこの十字架を歩みっていうのが本格化的に始まるんですでこれはね恵みなんです クリスチャンが十字架の歩みをしていることほど恵みはないのです。弟子の道だからね。弟子になることが最高の仕福なんです。ねね、それを、ね、ぜひ、ね、知ってほしいこれ。これはね、100万回聞いてもだめなんです。あなたが弟子の道を選ぶかどうかな。選んだらね、これが最高だって分かります。それはどうぞ覚えてください。ねね、先週、長崎看護師会の副会長がですね、弟子の道を選んで、 その結果素晴らしい神の祝福を見ましたよね。ただ皆さん、ねえ、特別なんて思わないでくよね。別に普通のことですよ。どの人でも誰でも、弟子の道で神を選べば神の祝福を見るんです。普通のことですよ。神様は絶対不足ばらないから。神様は本当に愛してるから。神様は祭典以外なさらないから。特別でも何でもありません。 普通のことですそれは、どの人の人生にもあふれることに現れてくるんです。我々が弟子の道を選びさえすれば、それはね、どうだね、知っててほしいと思います。天皇と様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様です。私たちは本当に愛してくださっています。その愛に応えて、ついていきたいと思うならと言われました。私はついていきたいと思えるように、助けてください。ついていきたいと思っている方は、本当についていくことができますように。 正直に、よく分からない,という人は本当についていきたいと思うほどに、あなたは知ることができますように。そして、自分を捨て、神様の声に聞き、自分の十字架を追い、神様をおっしゃっているその使命に行き、あなたについていくことができますように。そのことを通して、命に預かる、本当に溢れるほどの仕組みに預かっていくことができるように、どうぞ導いてください。お祈りをしたいと思います。罪があると祈り,祈りが聞かれますので、まずくやってまいましょう。 じゃあ言われました。何をしてほしいのですか今、具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。じゃその願いと求めに答えてくださいます。天様、私たち一人一人があなたのもとに願いをと求めをってまいりました。一人一人の叫びと願いに答えてください。イエス・キリスメント、心と体を。癒さサよイエス・キリスメント、心と体を。治れ イエスキストにあって足の痛み足の裏が痛い方足が痛い方いやよっしゃよ背中肩甲骨のあたりが何かしびれていたり調子のない方いやよっしゃよえっと悔い改めなきゃいけないのは相手ではなくてあなたです相手のことに関してはあなたがとやかく言う必要はありません悔い改めることしたのはあなたです悔い改めなさい あなたは真実に悔いためるとき、あなたは神からの喜びと、そして神様の祝福を見るでしょう。なんか大きな分岐点が来ています。真剣に私に聞きなさい。私はあなたがここからあるべき道を具体的に示していこうとしられます。 そのお名前によってお祈りいたしますアメン